ええー、おっとのよしかがんでございます。おっとかよです。おっと一輝です。はい、よろしくお願いします。お願いします。もう一輝くんはあのさっきぶりと,うと、ね、そうですね。スイ時間前ぶりですね。はいはい、<laughs> 撮影してたんで <laughs> 撮影ばっかしてるもん毎日、うん、撮影ばっかですね。はい、撮影にすぐ撮影という感じで。はい、はい。ええー、いうことですけど、ええー、今日の話題もこちらになります。はい。はい、もう今ね。 エントリー1月25日から開始になって、まああのー、今もうガンガンに皆さん練習してると思いますけど、オットピアノコンクールボリュームワ1サポーテッドバイテクニクス、えー、オンラインの、えーまあ、説明というかな、えー、ちょっと番組をやらせていただきたいなというふうに思っております。はいはい、はい。えっ、ー、と、詳しいですね、エントリーの仕方についてなんですけど、は,いはえーと、おとといかな。 あのー、菊池さんとですね、えー、柿の音と、えー、やらせていただきました。でまあ今日はですね、えー、そもそも「オットー」って何なのっていうところをですね <laughs> あの店長のですね、えー、三度会話とですね <laughs>、はいえー、おたいレコードの一輝、えー、くんに、はいえー、ちょっと聞いていきたいなと思います。はい、えと一応この動画から、えー、見た人もいるので、えー、ちょっとおさらいですけど。はい はいえー、初級が五、えー、クのガボット、中級がショパンのホイールのワルツ、上級がリストの愛の夢ということでやってます。はい、スケジュールなんですけど、1月25日、今日は1月31日になりますので、はい、もうエントリーが開始になってます。2>, はい、2月15日まで締め切りということなんで、はい、まだ全然大丈夫ですね。ああと2週間ありますねはい、はいはい <laughs> もう全然あの上級とか余裕で行ってもらいたいなと、はい、ま,まだ間に合います。で、2月25日に決勝進出発表、えー、3月5日に一般投票スタート、3月22日に一般投票締め切り、アンド審査締め切り、そして、えー、と決勝大会結果発表が3月29日というふうふになっております。はいえー、そしてです、ねえー、審査員 ということで、まあ豪華なカウブルが並んでますけど、えー、オット店長のサンドカヨと、えー、オタエレコードの鍵、えー、盤鍵盤王子ですか？はい。まあ鍵、えー、盤王子ですね。<laughs> 今日だダメだ,めだ突っ込む人が誰もいない。<laughs> 本当だやばい。本当にそういう人になっちゃう<あ>。もうカオちゃん <laughs> ちゃん笑っておしまいになっちゃうんです。イキ君ですね。はい。はいえー、もう、えー、ジャッジで入っております。はい。 はいえー、という感じなんですけど、ちょっとですね、ルール変更がありましたので、そこだけちょっと、あのーまあ、追加ルールと、変更というか追加ですね、いうことでございますの、ね、で、ちょっと紹介していきたいと思います、はいえーと。YouTube にアップするということだったんですけど、えー、YouTube チャンネルの作り方がわからないという、あのー、人もいるんじゃないかということで、ギガファイル便に置く。 えっと、アップロードして、えー、送るというやり方も、えー、追加しました。はいえー、YouTube チャンネル、えー、がない方、作り方がわからない方はスマホで撮って動画ファイルを送る方法も、そのまま送る方法もあります。ファイルのみを送る方法はこちらをご覧くださいということで、えー、昨日私ブログ書かせていただきましたルール追加ということで、はい。 えーまあ、ギガファイル便でですねこのように、えー、送り方が書いてありますので、えー、そちらをご参照ください。そしてですねさら、えー、なる追加ルールということでございまして決勝進出者、えー、ファイナリストが8名、えー、初級、中級、上級で8名ずつ選ばれるんですけどそちらはですね今までのルールだと、えー、もうそのまま YouTube にアップされると。 もう会釈し,してっていうのも入っちゃうんですけどあの顔出しを <laughs> するとあのちょっとあの元カレーとかこあの怖いとかなんかちょっと分かんないですけど <laughs>、はい、あの顔出ししたくないっていうあの悪いことやってる人とか、まあ、うう冗談ですよ恥ずかしいとかね <laughs>、はいはい、あとお子さんとかで顔出し あのしたくないってね。ありますね。ありますよね。はい、いう人でも安心して応募できるようにですね。しました。で、えー、顔を一般公開したくないという人は、えー、演奏の前後で会釈のみ行っていただき演奏中は腕から手先までと鍵盤が全体が映るように撮影を行ってください。えー、顔出し、NG、で決勝進出 された方は事務局側ででの部分をカットしして一般公開まますすとといいうことでございます決勝進出になった場合は事務局の方から連絡をさせていただきます。その際にです、ね、顔出し NG の方は顔出しはちょっとやめてくださいって言ったら、えー、こちらでカットされますので、えー、安心して応募していただけるということでございます。そしてですね、えー、これちょっと前に追加したんですけどアンプ もしくは楽譜を見ての演奏は、えー、とどちらでも結構ですと。アンプできているかどうかは審査の対象になりませんので、えーまあ、どっちでもいいということでございます。続きまして、えー、こちら1月30日に追加しましたが、大会の参加は1人での参加限定ですと。連弾とかダメですと。あの10人とかもダメです。はい、1人です、はいで。ただしですね、譜めくりですね。<laughs> えー、自分以外のに依頼することは、えー、問題ありませんと。はい、なんで、まあ、あのおじいちゃんとか、でおじいちゃんなんか分かんないですけど <laughs>、はいあの、家族の人とかね <laughs> あの、やってもらうといいんじゃないですか。はい、また動画内に、ふめくりの方が映り込むのも問題ありませんと。ふめくり担当の方は会釈顔出しの必要はありません。 というルールがですね追加されましたので、はいえー、よろしくお願いします。具体的にですねこれで応募フォーム、えー、やると、ですね、えー、先ほどの、えー、このまたはギガファイル B の URL ということで追加されました、はいえー。ファイルをギガファイルにアップロードして URL をゲットして、ここに貼ればです、ね、で Odd のチャンネルにて上げさせていただきますので。 えー、YouTube チャンネルがない人とか作り方が分かんない人はぜひこちらをご活用いただければなというふうに思っております。よろしくお願いします。はい、ということでございまして、今日はですね、ちょっと、あの、オットピアノコンクールということなんですけど、はい、そのオットって何ぞやということを、えー、ちょっと店長の、かよ店長にですね、てはい、はい、かよ店、はい、かよ店、解説していただければなと。 いうふうに思います。はい。と、オットは、おたいレコードが。うん、あのー、はい、おたいとするピアノと,と鍵盤専門店。になりまして。おたいレコードっていうのがちょっと紹介しましょうか。おたいレコードというのは、名古屋に本店のあるおたい王子と。目が, <laughs> 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 が痛い。な目が痛い、痛い。はい。 お題オーディオとあと通販の方で DJ 機材ですとか DTM もちろん鍵盤もいろんなあの楽器の販売を行っている会社になりますはいまあこういったあのー、なんか録音機材とかねはいあのラップやろうぜみたいなはい、はい、いうのとかですね、はい、多数のイベントを主催 も行っている会社ですねイベント、イベント、まあ、いろんな DMC っていう DJ の大会だったりだとか、えーまあ、ちょっと紹介する機会もないので、はい、こういうですね DMC という大会こちらもテクニックスさんスポンサーですけどね、はい、こういう大会とか、はい、あとビートグランプリっていう作曲の大会ですね。 えー、B とランプリーですね。はい、えー。日本最大級の作曲の大会ということで、はいこういったこともやってます。はい、あとはまあオーディオですね、えー。高級オーディオの販売なんかはい。これがオフィスになりますね。はい。いう、そんなお店です。<laughs> はい。 そのおたいレコードが秋葉原に去年7月の1日にオープンしたのが、原版電子ピアノ専門店のオットーになります。うんうん、はい、はい、で、えっと、ちょっとお店の写真を出させていただきましょうかね。はいは、はいえー、どんなお店かっていうと、これが入り口ですか でえーまあ、こういうちっちゃい鍵盤からも電子ピアノガンガンに置いてあると、うん、いう感じですね。はい、はいうん、あとはステージピアノも置いてあったり、ドローンに、はい、必要なミキサーが置いてあったり、ヘッドホンとかのアクセサリーも取り扱ってます。なるるほど、はいはい、それででスクールもやってるんですよねはい

金曜日金曜日うんですねで。はい。菊池先生が土曜日。土曜日という感じで、レッスンをやってると。はい、あ、これがレッスン室ですね。レッスン室です。はいという感じで、やってるというところですね。はい、はいはい でえっとまあ、そういう、まあ、電子ピアノの専門店、まあ、7月1日にオープンしたんですけど、でまあ、それで、まあ、大会をいきなりやっちゃおうと。オープンして半年ですね。はい <laughs> いう感じですね。もうちょっと夫のことについて話したいんですけど、これどこにあるんですか、はいえっと、JR 秋葉原駅の電気街、うん 改札口を出ていただいたらもう本当にまっすぐ行くだけで、うん、飼育ベースという建物があるんですけれど、うん、そこにあります秋葉原にありますなるほどはい、はい、いう感じでございます一番飼育ベースっていう施設の一番奥になりますよね奥ですね駅側から見て一番奥になりますはいいう感じで、はい、でえっ、ー、と電子ピアノがいっぱい置いてあると電子ピアノがいっぱい置いてあります、うん で、水曜日と木曜日休みか。はい。ねはい、営業時間は。12時から20時まで営業してあります。はい、はい。もう大体、かよ、かよ店長がいますのでね。はい。そうです、ね。はい。<laughs> はい。お,お酒は持ち込みオッケーなんですか。<laughs> お酒はそうですね。もう一緒にお店の中で <laughs>。は <laughs> <laughs> 飲んで、はい、飲んでちょっと談笑、はい、談笑しながらピアノ決めるっていうのもちょっと新しくていいですね。はいいう感じでございます。そんなオットが、えー、初めて、えー、コンテストをやるというところですね。はい、えとピアノ教室についてなんですけど、はい、えと金曜日にやられててっていう感じですけど。はい まあ、もともと、あれですよね、そのピアノの先生もやってらっしゃったんですね。はい、はそうです。はい、もともと自分で、うん、自分の教室を開講して。うん、とレッスン歴がもう、今年で7年、七年目に入りました。うんうん、長いですね。長いですね。ちょっと自分で驚きです。あ、あとはね、えっ、ー、と、今までは、楽器系の。 お店で働いてたりだとか。はいはい。であとは輸入代理店さんとかで。はいはい。いう感じ。はい。たま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 あの空いてて、あのになってるお世話になってます。めちゃくちゃめちゃくちゃラッキーでしたけね。はいいうえ加代店長ですね。はい。あの結構まあ今回ですね、そのオットーのコンクールが、 初めてなので、はい、あの分からないやり方が分からないっていう人もいると思うんですけど、うん、あの結局もうとにかくもう電話くださいっていうそうですね、はいろいろホームページ等々で解説はしてはいるんですけど、うん、やっぱりまだまだ慣れてない方とかいらっしゃると思うので、うん、普段見ることはするけど自分でアップロードとかはしないとか見るのは っていうのはいっぱいいらっしゃると思うので、はい、やり方がわからない方はもうメールでも電話でもお気軽にお問い合わせいただければと思います。大体、うんうんはい、あのかよ先生がいますんで、はいはい、あの僕僕ら僕ら僕らじゃないで大丈夫 <laughs> 僕らじゃない、はい、<laughs> や優しくにこやさんに教えてくれます。はい、海陽先生が、はい、いう感じですね。はい。でえっと今回なんですけど、あのー、まあオンラインの ピアノ大会ということなんですけど、はい、どういったあのエントリーする人、どういったあのプレーを期待しますかね。やっぱりもう一番は自分らしさをもう全面に出してひ<お>あの弾いていただきたいなと思います。うん、やっぱりコンクールって通常のコンクールだと会場に。 多くの方にこう生で見られて、うん、その空気で緊張してしまうっていうこともあって、うん、もう本来もっと上手にできたはずとかもっとあそこの部分こうやって表現できたはずって後悔を持つ方も中にはいらっしゃると思うんですけど、うん、自宅で一番リラックスできるところで弾けるっていうのもやっぱオンラインでの魅力の一つになるので。うん もうこうカメラで録画しているので見られてる意識はもしかしたらあるかもしれないんですけどもう誰も見てないっていう、だ、うんも遮断しても本当自分の世界に入っていただいて、うん、弾いていただけたらと思ってます。なんか、まあ、一応、家だからリラックスして弾けるっていうのがはい、いいかもしれない、ね、そうですね。うんうんうん、はい変、はいうん、という感じですね。はい、はいえー 一輝く,くんはふくんお体レコードで、えー、勤務している傍らですね遠隔で夫で、ね、の方も、えーまあ、プロデュースというかあの手伝ってるという感じでございますね。はい、で佳代先生は、まあ、そういった、まあ、ずっと楽器店に勤められてて、まあ、ピアノの先生もやってらっしゃってっていう感じです一輝くんはどういう経歴なんでしょうか 僕はですね、一応ピアノをずっと習ってて。あ、僕ないんですね。はい。お続けください。大変申し訳ない。バランスが難しい。結構ハードな撮影だったんで、きょう。たぶんお疲れでいらっしゃると思う。ずっとピアノを習ってて。ピアノを習ってて。で、えっと、芸術大学に。 入りました。あ、名古屋の、名古屋芸術大学って、まあ、別にそんな大って言われる。世界、世界を代表する。そうですね。はい、あの、あの。あの。大学です。はい。有名な演奏家が。はい。で、言うのは、言うのはただ。言うのはただですけどね。はい。そうそう。うん。で、まあ、そうですね。えっと、そこでも一応、副学でピアノは取ってて。うん。で、まあ、け。 大学卒業してから、も、うん、ともと、まあ、作曲をするためにピアノを続けてたんですけども、はいあのー、たまたまあのー、同じ、えっと、地元に三味線奏者で全国大会を優勝した演奏者がいまして、その子にある日、ちょっと一気焼き肉を食べに行こうと。<お>あかもうそれもう中学 今日高校卒業してから初めて大学卒業してから連絡が来たんですね。うん。だからよ4年ぶりに連絡が来て。へえー。で、ちょっとう、うん、そうです。で、うんえっと、平張りっていう場所の,あの牛角に一緒に行きまして、うん、はい。で、一気にちょっと2曲ほど作ってほしいと。<laughs> お<ー>で、なんで俺に聴くのって聞いたら、うん。こう、三味線を全く知らないやつに曲を作ってほしい。うん。で、できれば一緒に演奏してくれないか っていうきっかけから今の今まで三味線奏者とずっと演奏を続けてる。なるほど。なので、えっと、まあ、えっと、年間結構な回数、人前でピアノを弾かせていただいてるっていう立場ですね。なるほど。はい。で、まあ、主に使ってるのはやっぱり電子ピアノなので。なるほどね。はい。そんな感じです。ピアノははい。は。作曲もね。そうですね、作曲の方も並行してやらせていただいてて。 はい、まあダンスミュージック、まあ、DJ もやってるんで、うん、ダンスミュージックが多いですかね、やっぱり。はい、はいいということで、あのー、今、実はですね、あのー、m f l o の t a さんと、ですね、はいえー、トラックメーカーの KM と、えー、おたえレコードでですね、えー、KM ビートサイファー、えー、サポーティズバイローランドという作曲の大会やってるんですけど、はい、なんとですね、何百人の中から、<laughs> いっき君ファイナリストに残ってると。そうそう残っちゃったんです <laughs> お残ったそれ応募していいんかっていう話なんですそうなね。はい、応募してたら残ってたんですよ。っびっくりしちゃいました。う <laughs> いう感じで、えっとはい、トラックメーカーとしてもですね、えー、有名で、まあ、いろんな、まあ、そういう CM とかね、えー、そういうのもやってると、えーはい、いう感じそんな一輝くんでございます。はい。一輝くん、この大会でですね、どういうあのし人を。 に応募してしてほいとか,そう,いかそうですね。はい、まあやっぱりなかなか外出たくない人とか多いと思うんで。<laughs> あいあ、今のご時世でね。うん、あそうですあ、まあ今のご時世じゃなくても。<laughs> あ、なくてもね <laughs>、はい。コンクール出ようってなかなか思わんと思うんですよ。うん、よっしゃ、コンクール出ようって思う人ってやっぱピアノ習ってたりとかしないとそういうきっかけがないとないですし。うん、で多分家ですごい弾いて あの外に出ずに行って人もたくさんいると思うんで、はい、まあそういう人が本当にきっかけになればいいかなって、すごい強く思いますね。なるほど、はい、やっぱりもう、すごいインドアな大会じゃないですか、言っても、うん、もう取って、送って、結果待つみたいな。はい、だから、まああの、そこまでこう人と交わらないっていうのは、ある意味、いいことになることもあると思うんで、人とこうコミュニケーションがなかなか苦手な方もいらっしゃると思うんで。うんうん はいそういう方は、もう、ガン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 あのー、送ってきてほしいですね。なるほど。はいあとは、まあやっぱりご年配の方とか、すごい、うん、あのー、40になってピアノ始める方とかもでいると思うんですけども。いでまあ、僕の結構、なんだっけ、ね、好きな考え方で、<う>あのー、1歳からピアノを始めたってすごいじゃないですか。うん、<で>すごいですね、はい。 その子が20歳になったら20年やってるんですけども、うんうん、40歳からピアノ始めた人も60になったら20年、同じなんですよね。<ー>だから、はい、だから別に歴も何も一緒なんですよ。うん、ただ年が違うだけで。うん、であの、まあ、若いうちにできる演奏とか、年取ったらできる演奏とかってあるとは思うんですけども、その差ってこう、すごい面白いなと、すごい思ってて。なるほど。 こう注目されることが多いと思うんですけども、うん、やっぱりピアノ始めるきっかけとか出会いとか、うん、はい、そういうのってあの遅かったり早かったりそれはも人それぞれだと思うんで、うん、そういうやっぱりちょっとご年配の方はもぜひこの機会に応募してみていただいてほしいですね。なるほど。はい。あのちょっともうちょっと一気に質問なんですけど、はい、そのまあ今回ですね、あのー、作曲の大会ではあるんですけど。 あの実際にそのオンラインのコンテストに応募して、はい、今あの本当に日本でも、えー、16人か日本の中の16人選ばれてファイナリストということでこれからねちょっとまだ結果がまだ出てないんですけどね決勝の方はなんですけどそのコンテストに応募する意義、はい、意,味意味合いってどういうところにあるんですか あそうですね、すねうん、あのもちろんキャリアを作る上でっていうのでもすごい大事ですし、うん、あの名詞代わりになったりするんで、コンテストっていうのは。といいますとあのあなた誰ですかって言われたときに、ピアニストですって答えるよりも、うん、あなた誰ですかって聞かれて、うん、何々コンクールに優勝したピアニストですとか。うん、なるほどねはいそういうもう名詞、うんうん、それがもう一つの説得力になるんで。うん ピアノとか音楽って特にその場には自分の武器持ってないじゃないですか、基本的には。常にギター持ってたりとかしてる人以外は。うん、ピアニストなんて特にピアノないと弾けないんで。そうう時な,るなるほど、なるほど。はい。やっぱり、うん、まあ正直それってすごく悲しいことでもあるんですけども。うんうん、そういうのなくてもすごい人とかはいるんですけど、うん、はいまあやっぱ持つべき武器っていう一つにそういうキャリアとかはあるんで。うん、ね。で、あのー、コンクールっていうのはまあそういう意義がありますし。はい。 はい、あとは、まあ、一種のすごい承認欲求が満たせるっていうか、誰かに認められるっていうのは、すごくモチベーションに上がる、実際僕、今回、決勝の残って、めちゃめちゃうれしくて、な,なんか、最近態度が変わったもんね。になる <laughs> そんなことないです。そんなことないです。はい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 。ね、<laughs> あの、王平なのは元からです。<laughs> <laughs> はい。では、まあ、やっぱり、こう。あの、一人で黙々とやり続けるのもありなんですけども。うん、まあ、誰かから、あの、認められるっていうのは、すごい、あの、まあ、気持ちいいものですし。うん、あと、あの、面白いのが、音楽って、聞かせるのは。 素人でですすすけど評価するのははプロじゃないですか、はいかだから評価されるっていうのとこう受け入れられるっていうのはまた違う意味があるっていうのがすごい僕は面白いところだと思っててお、はいはい、受け入れられても評価されない人もいるし評価されても受け入れられない人もいるしうーんだから僕はそれは別で考えてコンクールっていうのは評価される場所だと思ってるんでなるほどはいそれがあのコンクールのすごい強い意味の一つだと思ってます。 うんなるほど。佳代、はい、ち,ちゃんはこのコンクールにどういう意味があると思ってますか、はい、コンクやっぱり一輝、うん、さんも言ったように、うん、コンクールに参加するって私もずっと小さい時から習っていて、うん、先生に幾度となくコンクールに参加しなさいっていうのはずっと言われ続けたんですけど。うんうん、なるほどはい 私はしなかったんですね<う>コンクールにその評価されるっていうことに、うん、と興味がなかったというとなんかちょっと語弊があるんですけど評価っていうところにこう素直に頑張ろうっていう気持ちがこう自分でモチベーションが当時は持っていけなくて。うん 参加はせずにただの教師の発表会に関してはやっぱりうまい子が鳥になるので、うん、もうそこは毎年必死で私が絶対最後になるっていうのでそれもやっぱりとコンクールとはまた違いますけど先生の評価でその,、うん、その年その年の鳥が。うん やっっぱり変わってくるので、うん、自分が鳥になれば嬉しかったし、うん、その鳥の1個前になればすごく悔しかったし、うん、何が違うんだろうっていうのとかでまたこう自分をいい意味で追い込んで上達させるっていうのもやっぱり発表会だと思うんですけど、うん、コンクールもやっぱりそういうのにつながってくると思うんですね。うん、その評価されて 当時それが私が分かっていればよかったんですけど、うん、コンクールに出て評価をいただいてそれを自分のモチベーションやっぱりいいことも悪いところも悪いことも両方自分の中で取り込んで上達につながると思っているので、うん、なのでそのコンクールに参加するっていうことは自分の、うん、技術とかテクニックのところもそうですし、はい、やっぱりピアノってと表現楽器 っていうんですかね、うん、表現がやっぱりその人その人で同じ曲でも全然違ってそこがすごく難しいところでもあるので、はい、その表現を磨いていくっていう上でも、うん、やっぱり自分にとってプラスになっていくものなので、うん、その参加することにやっぱり一番意味がある,ある、はい、コンクールだなと思ってます。なるほど、はいまあ、実際ですねこれは学生さんだと なんと2000円で、一般だと3000円ってことなんですけど、例えば、これあのピアノのスクールとかって、1回3000円とか4000円とか5000円とかかかるじゃないですか。はいうん、それ考えたら、安いもんだよね。これであのめっちゃ練習するから、エントリーするだけで、ある程度こう、うん、技術も向上するってことを考えると。うん 自分のこのピアノスキルを鍛えるためにエントリーするっていうのもありですよね。あり、うん、ですねうんやっぱりその人に聞かせるっていうところでもその練習するモチベーションにやっぱりつながるので、うんうん、すごいプラスですね。なるほどはい一輝くん,なんかね、あのーはい、すごく俺を思ってることがあってクラシックとかそういうまあそのなんかなんていうかな その音楽,音楽まあ一輝くんも音大出身だと思うんですけど、はい、そのずっとさ音楽の勉強してきてるわけじゃない、はいうん、ででも実際音楽の学校とか卒業したのになんかまんじゅう屋さんで働いてるとかまああんま関係ないみたいな、はい、でも現実問題プロの音楽家とか、まあ、我々もまあプロの 音楽のプロであの三人ともやってると思うんですけどそういう風になれる人って結構少ないですよね少ないですねまあそうですねやっぱり演奏しながらやってく人っていうのはやっぱ少ないですかねうん、うん、なんか、はい、あのー、そう考えるとさ一気くんみたいにガンガンにこう人前でもう行ったらもう前に 毎週のように人に見られまくってるわけじゃない、はいはい、一応そうですね一応 <laughs>、うん、<laughs> 一応確かに見られまくるっていう意味では多分相当相当人前でやりまくってると思うんですよです、ね、はいなんでそれってさ音楽家の俺本文だと思ってて、はい、自分の演奏を誰かに聞いてもらってでその誰かを元気づけたりだとかすごい楽しい気分にさせたりだとかっていう だけどなんかピアノピアニストの方って相当なんか練習して練習して練習して発表しないみたいな。しないみたいな。<laughs> そのなんか前に出るパワーみたいなのってなんか我々がこう普段いる場所となんかちょっと違うまあ結構慎重な方が多いなっていう印象が僕はしてるんですけどど,どうでしょう まあ確かに確かにそうですね。うん、あの、うん、僕らが続けられてる理由の一つに、あまり場所を選ばないっていうのもあるんで、うん、あの現場を選ばないといいますか、うん、あのイ,イ,イオンのインストアライブもあれば、うんうん、ホテルの会場の演奏もあれば、はたまたホールでの演奏もあれば、はい、って本当にいろんなところでこう場数を踏むっていうか。ううん、うん,うん、うん っていうのもあるんですけども、まあ、やっぱりやってる音楽によってはそういうわけにもいかないっていうのはあるんで、なかなかなんて言うんでしょう、クラシックをばって見せれる環境っていうのは確かに少ない、それ自体が少ないっていうのはあると思いますね。なるほど、なるほど。僕1、1回、名古屋のミッドランドスクエアって名駅の前にあるビルの地下で、うんうん ああ,あやってましたねそういえば、うんうんはい。あれで僕三味線の人となんか、うん、あのスタインウェイのグランドピアノのイベントかなんかで一緒に出た時に、うん、まあ順番が鳥だったんですけども、うん、前全部イフィルだったんですよ名古屋フィルハーモニー、うん、オーケストラの、うん、あの喫下えっとなんて言うんでしたまあアンサンブル舞台が来てて。はいうんうん もうなんで俺らは鳥なんだろうなとか思ったんですけども <laughs>、うんうん、でもやっぱこうそういうところでやっとあるみたいな、うん、まあミッドランドスケアって結構まあ高級な店が入ってる、うん、あのパン1個食うだけでも1,000円かかるような場所なんですけど <laughs> だから、まあ、<い>そういう雰囲気とまあ来るお客さんそうに。 で多分名古屋フィールハーモニーの方を呼んだりとかっていうそういうのはあると思うんですけどもやっぱりそういう環境が整う場所は少ないっていうのはあると思うピアノなんて特にそうです。なるほどなるほど。うん、ただ、あのー、結構なんていうんですか電子ピアノであればそこら辺も実は結構簡単にクリアできたりとか。はいはい、いうことで、まあ、そういうのをこうテーマにですね実際にそれをやってみようっていうことで。 やったのがですね、えー、オットーのピアノパーティーというのがあってですね、はいこれなんですけど、おっと、ちょっと待って、間違えた。あすみません、どう,どうするって、どうするって言われても。真央ちゃんが。引っ越し先の電気。はい、引っ越し,引っ越し間に合、間に合ってます、申し訳ないで。<laughs> ですね、えー、これですね。 夫、はい、の介人ですす今回はねオーーープニングパーティーののをお送りしたいいと思いますこのようにですね本当に多くの音楽関係者さんアーティストの皆さんにお話を頂戴したり遊びに来ていただいたりしました本当にありがとうございました。ということでオープニングパーティーピアノパーティーということでですねピアノとか DJ とかライブとかですね隣のカフェバーさんと提携して飲食なんかも提携してお送りしました。 このように子供さんなんかも遊びに来ていただいてこちらはですね夫のショールームのマネージャーのかよちゃんと菊池、えー、さんの夫ガールズですね、えー、これは私が演説してるところではありませんが皆さんに対してですねご挨拶をさせていただいてるという感じでございますねピアノをね題材にした DJ なんかも入れさせていただきました夫、えー、のアートワークを担当してくれてる DJ アゴ そして、お題レコードミュージックスクールでもおなじみ、DMC の日本チャンピオン、DJ 翔太がピアノ音曲を使って、DJ のルーティーンをですね、披露していただきました。めちゃめちゃかっこよかったですね。超人いっぱい来ていただいて、本当にありがとうございました。 そして音大、えー、レコード大事ですねここここ大事ですよ <laughs> はい1期、えと、ー、ですね和太鼓奏者の浅野颯太ですねいい男ですよ、ね、今回はですねローランドとコラボしていい太鼓ワンという彼が今叩いてるものですけど電子和太鼓になるんですねなんと細かいベロシティなんかも出てですね本当に本物さながらなサウンドでびっくりしましたねもちろん、えー、ピアノもローランドでやってますこういう新感覚のライブでした そして鳥を務めたのが菊池沙織ですねレースピアノ専門店オットーのピアノスクールの主任講師まあ、普段からですねクラシックピアニストとして多くのライブを来ましたピアニストです、えー、そんな感じで、えー、ピアノパー、まあ、みたいな感じでですねおオットそのピアノパーティーっていうのをやったんですけどもう。 もういっきくんもお店の夫の前にちょっとした広場があるんですよね。そこにもうピアノポーンって置いて、スピーカーポーンって置いて、もうそれでライブやっちゃうみたいな感じだったり、はい、もう菊池さんとかも普通にグランドピアノにいたけど、うし後ろにあのめちゃくちゃあの普通に。<laughs> こあコさんあっ、さんがいましたね <laughs> <laughs> いましたね <laughs> <laughs> みたいな感じなんですけど、はい、本当に全然フランっ、に楽しくライブやっ、たんだけど。はい <laughs> そういう感じでもっともっとなんかそのみんな気軽に発表できればいいなって思っていて、はい、なんか <laughs>、まあ、我々のその普段まあそういう、まあ、DJ とかそういう活動とかでももっとフランクにみんなやってるじゃないですか、はい、だから、まあ、ピアノもそういうふうになったらいいななんて思ってはい、いるんですけどね。はいでまあ、その なんて言うんてうですか、まあ、そういうこともあってなんかもう気軽にもっとピアノを楽しめればいいなっていうなんか思いも、うんえー、こもっているという感じですかね。はいはい、いうふうです。じゃあ、えー、と最後にですね、一輝君からですね、えー、応募エントリー考えている方、えー、エントリーでが練習頑張っている方にメッセージをお願いします。はい,い,いそうですね まああのー、今回は審査員という立場をありがたくやらせていただきますがクラシックのコンクールとかの評価の仕方ってすごい独特でこう作曲者の背景だとか曲の背景だとか,とかっていうのがすごいこう表現できてるかみたいな話はすごいありますし、うんうん、技術的な面でもこう 音符と音符の間のとかってそういうのってすごいあると思うんですけどもその辺の評価はですねおそらく僕の写真より上にいるお偉いすごい方々が、はい、あのがっつりと見てく,れくださると思いますので僕よりも絶対に、はい、あの僕自身はもうバイブス一本勝負でやろうと思ってるんでピアノってあの押せば誰でも音が鳴る楽器なんで。うん だからこそこう個性が出る楽器でもあるんで。うん、なるほど、ねはい、なので、深いですよね。うんあのー、なので、まあ、僕はさっき言った通り、すごいいろんな現場でやらせていただいて、いろんなお客さんの前でやらせていただいて、うんあの、こういうお客さんだったらこういう弾き方っていう,こう、その時々の音の使い方っていうのをまあそれなりに研究し,たしてきたつもりですので、ぜひぜひ僕はあのその方の。 あのどういう表現をしたいのかっていうそのマインド的なところをすごい重視してあの見させていただこうと思うのであのー、自分自身の思いをガーンって突き出してぜひ応募してくださいはいはいということでありがとうございますありがとうございますカヨ、えー、先生はいあカヨ店長はい、はい、<laughs> あの皆さんにメッセージをお願いしますはいとこのこの 演機会に初めてその自分の演奏する姿をあの全く知らない人に見せるという方も中にはいらっしゃると思うんですけど、うん、最近ではやっぱり YouTube とかでアップされてる方も非常に多くて皆さん YouTube にアップしてる方やっぱすごい上手なんですよねだからその人前で弾くっていうまあ実際に。 見られてるわけではないですけど、自分の演奏を人に見られるっていうことはやっぱり自分にとってプラスになりますし、私もいろんな生徒さん教えてきて、うん、例えば同じ5歳男の子、女の子とか、うんと小、小学生とか大人の方とかでも、はい、同じ年齢でも,もう実はその時からその子が出す音って全然違うんですね、同じ曲をやっていても。うん それは曲でもなくてその教則の曲だったとしてももうその時点で個性が出てくるので音楽に精通してるからこそ個性が出るっていうわけではないと思っていて、うん、もう好きだからこそのめり込んでその人の個性が出るって思っているので、まあ、ピアノに限らず楽器はその人の個性を表現するものだと私は思っているのでもう本当にその 自分の中にある内なるものをそのもう音にピアノにぶつけていただいて、はい、楽曲は指定はされていますけど、うん、その指定されている自分が参加する曲でもう本当にその技術的なところはもうさっき一輝さんおっしゃったようにもう本当にすごいプロの方たちがきっと細かく見てくださってアドバイスもいただけると思うのでその希望者の方には。なののでもう本当にその 技術プラス表現っていうところでも思いっきり自分を出して応募していただきたいなと思っています。はい。わかりました。はい。ということでオットピアノコンクールボリュームワンテサポートズバイテクニクスはいまだまだ間に合いますのでまだまだ間に合います。はい応募お待ちしております。お待ちしております。今日はどうもありがとうございました。ありがとうございます。